疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ今回の、カレッジコンバインの感想を聞かせてください。この3日間プレーして、なんだろう、みんな体強いところとかスピードは日本と全然違って、あと一人一人の距離感とかが結構違って、最初戸惑った部分あったけど、やっぱ3日間通してやってみるとだんだん自分のプレーも出せるようになって、まあ通用するなっていう部分が多くて、アメリカでやりたい気持ちがもっと大きくなったし、そのためにやっぱ欠けてる部分をチームに戻ってから修正したいなってすごい感じました。みんな年下だったけど、でもやっぱりスピードとかとフィジカルも強くて、自分はフィジカルで全然負けてた部分とかもあったから、そこは大学行くまでにちゃんと鍛えて改善していきたいなと思ったのと、あとなんかやっぱ言語が違うから、なんか自分の思ってることとかを伝えるのが難しかったけど、でもサッカーを通してなんかそのプレーとかうまくいくと、なんかみんな話しかけてきてくれたりして、だからなんかアメリカで早くサッカーしたいなって思いました。そもそもなぜ、アメリカの大学に来てプレーしたいと思ったんですか？中学生の時からずっと海外でプレーしたいっていうのを思っていて、やっぱアメリカのトップチームとかトップリーグの選手見てると、なんかめっちゃそこの日本と違う魅力があって、自分もその中でプレーして活躍したいと思ったし、自分の目標の選手がアメリカでプレーしてるから、自分も同じ立場、立ち位置でやって、その選手をいつか超えたいなみたいな思いました。から思ったからここでやりたい。もともと英語に興味があって、それで高1の時ぐらいに大学どこ行くか考え始めて、その時になんか日本で行きたい大学があまり思いつかなくて、それで思い切って海外挑戦してみようと思ったのがきっかけ で、それでアメリカの大学でサッカーをしつつ勉強もして、英語をマスターできれば将来もっと自分の選択肢も広がると思って、ここでプレーしたいなと思いました。じゃあ最後に今後の目標は？はい、今後の目標はやっぱ自分の課題がトーフルを合格して、ちゃんと自分の選択幅が広がるように勉強を戻ってからちゃんともう一回向き合います。はい、その語学、英語をちゃんと勉強してしっかり文武両道できるようにすることと、あとは今回のやつを通してその自分の通用しなかったところフィジカルとかをちゃんと改善していい準備していきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。